印西ふるさと産業祭り。そういうことで、ニュータウンによってですね、この流れが大きく街の流れが変わってしまい、大方さんには独立のニュータウンの方にできて、いろいろお客さんもここまで寄せられてしまいまして、そしてこの高台にあった今高校がですね、今から約15年前に開発しておられました。これからどうしようかとですね、ようやくここに今から平成10年の5、6年前花火失敗しちゃったけどね、今日はいいですよ、バーンと。